民間の信用調査会社東京商工リサーチによりますと、先月の県内企業の倒産件数は前の月より3件少ない10件で、負債総額は10億9千万円でした。このうち9件が販売不振などによる不況型倒産で、新型コロナの影響が払拭しきれていない中での物価高が経営に大きな影響を及ぼしたものとみられています。 今年の県内の倒産件数はすでに去年1年間の100件を超えて120件となりました東京商工リサーチは新型コロナ関連の倒産に加え物価高関連の倒産が今後増えるのではないかと分析しています